今日宝塚ガーデンフィールズに、来てます。私は最後に来たのは5月、その時はバラが結構中心になってたんですけど、9月になって結構多年草が綺麗になってるんですよね。あと水草とか、だからそういうものを中心に説明したいと思います。じゃあこれからシークレットガーデンに入ります。両側に誘引してあるバラは、木工バラですね。これは、4月の下旬、5月の最初の週に可愛らしい黄色い花たくさんつけてくれるんですよね。木工バラが咲き終わったらこういう長いシュートが出てくるんですよね。もう本当に長い時は、3メートルぐらい超えるんですよね。こういう新しいシュートを今度この端に汗紐で縛らなくちゃいけないんですよね。じゃあ橋を渡ってこれからシークレットガーデンに入ります。シークレットガーデンの中は、ちょっとバラが中心になってるんですよね。で、バラだけ植えてしまうと咲き終わったら本当に何もなくなっちゃうから、結構こういうしっかりした綺麗な葉っぱを持つ植物もたくさん入れてるんですよね。これはペロフスキア、ラッシャンセージ。この株はねちょっと木陰の場所に生えてるからこのようにちょっとこう横に寝ちゃってるんですけど、周りからちゃんと日が差すような場所に植えてあげればもっと縦に出てくるんですよね。でこのペロスキアは今年できた枝で花芽をつけるから、毎年例えば3月にこう、春に、下まで切り戻せばすごくね立派な強い自分の力で立つ枝を出してくれるから、絶対剪定した方がこの植物が綺麗に見えるんですよね。今唯一咲いてるバラはこの白いハマナスですね。でハマナスはすごく乾燥に強くて風にも強いから丈夫なバラを植えてみたいなと思ったらハマナスを超えるものはないと思うんですよね。でこのバラのいいところはこういう花だけじゃなくてこのような実もたくさんつけてくれるんですよね。このようなねオレンジ色の実、これが結構だんだん赤くなるんですよね。じゃあシークレットガーデンから出て隣に行きましょう。この庭の周りにそのシークレットガーデンと同じように分厚い石の壁があるんですけど、中の植栽はまた全然違うんですよね。このようなバナナとかカンナとかいろんななんかすっごいはっきりした葉っぱを持つ植物、あまりこう耐寒性がなくて冬は温室の中に戻さなくていけないようなものが多いんですよね。メドウガーデンの真ん中にこのボードウォークがあります。でこのボードウォークで歩くとすごく歩きやすい道で、それで上からちょっとこう見下ろすような感じで植物をねこう見ることもできます。あとやっぱりこういう自然な植栽をすると全てのものがなんかこうふわふわで柔らかい線ばっかりだとあんまりこう変化もないし、あと本当にこれでいいんですかっていう感じがする。なんかちょっとこう手入れができてないんじゃないのっていうこと言われてもおかしくないと思うんですよね。こういう人工的なものを入れてはっきりした線入れたことによってこの自然な感じの植栽が許せるっていうか綺麗に見えるんですよね。その変化はやっぱり大事ですよね。
これはチカラシバです。本当に普通のチカラシバ、そこの辺の、田んぼの脇に自然に生えてるあのものですけど、まあ、このようにたくさんあのこう植えて、あの狭い間隔で植えるとかなりこう雑草を抑える効果もあって、で夏の間ずっとね元気そうなあの緑色の細い葉っぱを出して